ハロー YouTube にハオヨークワンリンチです。えっとですね、今日もですね、日中を股にかけた、えー、何気にあのハリウッド映画っぽいライティングしてみたバイリンガルの僕がですね、えー、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。えっとね、まあ、この辺にだけ光当たってるでしょで、この辺なんか、いわゆるちょっと、まあ、逆光ではないんですけど、まあ、ちょっとそんな感じじゃないですか。あの、ハリウッド映画ってね、意外とこういうライティングが多いんですよ。 でなんかあの、まあ、結構、まあ、日本はいろいろあるんだけどなんかあの、まあ、全体的にた当たってるようなライティングがね結構好きだったりしますねまあ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 人によりますよ映画によりますよ。はいえっとですねあの今回の、ね、中華ニュースなんですけどもえっとですね「えー、民」という漢字はあの「目をつぶされた奴隷」って書くんですけどもまあいわゆるねあの奴隷のことなんですよね。えー、それでですねあの民主主義っていうのはですね あの奴隷が主と、えー、いう感じの言葉ですね。はいえっと、ねあの今回の,、ね、あの中華ニュースなんですけども、えーっとね、このネットユーザーの名前はですね、えーペイジニえー、北極の多分ナマズだと思うんですけどもあの、えー、北極、えー、ナマズということでですねあのこの彼女がですねあのいわゆるあの本産大と。 えー、いうことなんですよねそのねあの本三代っていうのはですね「あの紅三代」と書いてですねあの要はねあの中国の、えー、官僚の,あの三代目ということでね、まあ、この人が、ね、ですね 要は、ね、金持ちアピールがものすごいということで、えー、中国国内で、ね、非常に大きな、えー、話題とな,なっております。えーとね、これは、ねえー、っと数日前かな、えー、ウェイボーにガーって出てたんですけども今、ね、あの彼女のアカウントごとあの消されていますね。あのー、で、えー、この,、ね、あのページに「ホッキ北極ナマズ」さんは女性ですね。 どううしよ私逃げちゃったとまずね書いてるんですよね。え、それでね、あの、え、このルンっていうのはですね、えっとね、まあまあまあ、え、まあ、ランね、ランね、要はね、中国人ね、金持って海外にね、逃げるのがね、好きなんでね、どういったことかっていうと、まあまあそれ書き込んで、その次のネットユーザーがですね、あの、もう外に海外に逃げたのにんでそんな中国のね、アプリが好きなのと、weibo が好きなのと書き込んだところ、 あのー、中国のことが大好きに決まってるでしょって、えー、そんなねあのたくさんのお金をたくさんのお金をねあのニラたちがねあのニラっていうのはね切っても切っても伸びてくる、えー、ということであのニラっていう、えー、言葉に、ね、なってるんですけどもあのー、なんつうのかな、まあ、奴隷ですよ。 たくさんの、ね、奴隷たちが私のために働いてくれて、えー、お金を、ね、あのたくさん、えー、稼いでくれるんだから、えー、好きに、えー、決まってるでしょと、えー、いうことで、まあ、要はねあの <laughs>、まあ、中国国内で、ね、あの愛国愛国だといって、えーまあ、奴隷たちを、ね、働かすすわけなんですよねで奴隷から,、ねあのあたちからね、吸い上げた、えー、お金をねあの 海外に持って行って海外にね豊かに暮らすというシステムがねええ確立しているわけなんですよねええそれでですねうんとねまあ彼女の家にはですねえ9桁のお金があるそうです9桁のお金ねだからものすごいお金ということで9桁ってどうぐらいだろうちょっと待って出ないんですけどもまあ要はもう何十億もありそうなね日本円でねあの感じなんですよねええ えーとね、まあまあ要はねお金持ってるって自慢してるんですけども、まあ、この彼女のね、えーまあ、まあ要はねあの官僚の,ねの娘なんですよ官僚がおじいちゃんが官僚なのかなえっ、ー、とね新鮮の交通局かなんかのああ新鮮交通局って書いてある、えー、新鮮の交通局かなんかの、えー、官僚の娘だということでね あのもう深圳のの、ね、交通局の、えー、娘ぐらいで、えー、こんなにお金が貯まってしまうんですよね。まあねあの中国国内でねあの一番あの出世する方法っていうのは、ね、結局ねあの、えーまあ、公務員になってあのポッケないないしまくるっていうのがねあの一番いい方法なんですよね。もちろんね中国のね公務員の人にもねあの非常にいい人がいてですねほんに、えー、ほんのわずかなお金ももらえないと。 私はもらわないでそんなこと絶対にしないと、えー、そういうねあの真面目なね公務員の人もたくさんいます僕もねあの知り合いにはねたくさんいますんであのみんながねそれをやってるとはね言わないんですけども確かにこれはね中国ものすごく、えー、やりやすいですね。えー、なぜかというとまあ言論の自由あのメディアの自由がないのでねあのメディアがね追跡、えー、することがないんですよね。あの <laughs> ね、あの追跡してこないと、まあ、その代わりでねちょっとあんまりやりすぎるとねあの一撃でこうやられることがあるんで、まあ、そこら辺はね、えー、気をつけなくちゃいけないんですけどもね、まあ、だからね、えー、もちろん全然ないですよあの中国国内のね、えー、その紅三代ねあの赤三代もねあのいい人いますよ普通にいい人でまあまあその主張はしないよねあの家が金持ってるとは主張はしないんだけどもあの静かに。 えー、誠実にやってる、まあ、確かにお金は入ってくるんだけども、えー、やってるというこ、えー、人はたくさんいますね。えー、それでねなんつうのかな、えー、だから今ねも完全にあの格差社会になってても完全にねコネ社会にね,あ,のねあったっていうので厳しいコネ社会になってしまってるんですよね中国国内っていうのはね。あのー、もう本当にね何十年も、えー、何十年十何年、えー、苦しい思いして勉強して、えー、いい大学に行ってもあの就職がないと。 でそれであのもうこの彼女の、ね、あの,あの北極難マズさんも書いてるんだけどもえっ、ー、と1ヶ月あなたた,あなたたちのあなたたちの給料なんて1ヶ月23,000元でしょって、まあ、せいぜいあの4万円から6万円でしょって私そんなお金1日で使っちゃうわみたいな、えー、そんな発言をしてねあのもう煽りまくってるんですよね。えっ、ー、とね本当にそういう、えー、中国国内でねあの、まあ、そういう家庭に生まれるとですね感覚がわからないんですよ。<laughs> 人の感覚がわからないあの。海外とかだとね、えー、結構ねあのお金持ちとかねいわゆるほら、えー、貴族階級の人貴族階級の人たちがですね意外と厳しく育てられているんですよあの子供の時からさ、えーまあ、イギリスならさあのいい学校ってどんな学校かっていうと,、えー、とまずねなまあまあラグビーとかやらされるんだよねあの、まあ、全部全貌は知らんけども、えー、ラグビーとかやらされて、えー、まあ 寒い泥水の中で、ね、ラグビーとかやらされて心と精神を鍛えていくみたいなことをむしろやらせるん、ね、で我慢できることがあのいいことだみたいなね。 あの高級なことだというふうに、えー、なんだかんだ言ってで教えられるわけなんですけども、えー、中国国内ではねあのそういったシステムが全くないんですよね我慢しろということができないと、まあ、だからなんだかんだ言ってあのレベル低いですよあのすぐねあの酒飲んだりとかタバコ吸ったりとかやっぱねあのえっとね金持ち金持ちでもないな、まあ、レベルをこう比較するとですねやっぱ喫煙率が低いあの海外のその金持ちの方がね喫煙率が低いしだからこういうねあの中国の、ね、ちょっと金持ち 持った三、えー、代目っていうのは、やっぱないんですよ。そういうのは、もうわがまま放題、やりたい放題っつって、にやってしまって。えー すぐ金持つと車買ったりとか、えー、派手な食事をしたりとか旅行、まあ、旅行は別にいいんだけどさあの個人で楽しんでる分にはいいよあのそ,そういったことに、ね、あの使うんですよねで旅行に行くのがね大体、まあ、要は観光地のど真ん中に行ってさあのブランドもん買って帰ってくるなんですよねでこれがね本当にね海外海外っていうか欧米のねあの、まあ、もう金持ちの5代目6代目ぐらいになるとですね結構離島とかにいるんですよそういった子っていうのは。 まだから見たらなんとなく分かりますよ、ああ、はいはい、そういう子ね、みたいな、わ、えー、かるんですけども、やっぱ違いますよ、そこら辺ね。で、まあ残念なことにね、あの彼女の場合ねあの、その辺の感覚が全くわからなかったと、えー、いうことで、ね、中国でやり玉にあげられて、まあ、もちろんねあの、こういったバカが出てくるっていうことはね、あの汚職があの炙り出されるんであの、いいことではあるんですけども、まあ、続けてほしいですね、あのむしろね。 それで派手にやって、あのその汚職が注目されて、それがね、ちょっとでも解決していくんだったらね、それはそれで、なんかいい方向性に動くんじゃないかなとは思っていますね。はい、えー、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。